時刻は午後7時を回りました。皆様いらっしゃいませ。週に一度コザの街に1時間だけオープンするスズカフェ。この番組は人々が集うカフェをコンセプトにおしゃべりを楽しむトーク番組です。お届けしますのはスズカフェの店主、沖縄のモデルタレント事務所をカラズに所属しておりますタレントの前城美鈴と原かなでです最初から紹介してやるっていうもう常連さんだから、うん、もはやバイトにしようかなって。そうそう、月一のバイトでこのカフェで働かせていただきたいと思っている棚原です。どうもねえ、ほんとでもって言ってもさ、半年ぶりなんだよ、うん、マジで、うん、そんなに経つんですよ。実はこの前こうちゃんさんとね、うん、石木浩一さんとうちのカラーさんね来てくれましたけれど、うんうん、そうマジか。時が経つのは早いよね。早いね、もう半年前なんだね。ねえ、ほんとね。皆さんも1週間ねいかがお過ごしだったでしょうか。私的には日曜日にですね、FM 講座全頭エイサー生中継2017全頭エイサージャックシマススペシャルということで、全頭エイサーの会場でですね5時間も生放送やってのけるという頑張った偉業を成し遂げました。素晴らしい。5時間、5時間やるね。できるもんだね、うん、人って5時間。でもさ5時間やって思ったのはさ、うん、27時間テレビってすげえなって思った。1日以上、うん、そう、うん、なんかその20何時間テレビとかってすげえなーって思った。沖縄でもやろう。沖縄でもやる。27時間、27時間テレビやる、うん、頑張ってみよう。うん、何しとか、あの1時間半ぐらい影で振るやろ、うん、やだ絶対やだよ。この番組だけずっと影やで振る。誰が見るの休憩さ、休憩にしても1時間な踊る人大変だけどね、1時間ずっとあれ3分でもしんどいよ。しんどいねいやいや、でもお祝いのやつとかさ、ね、オープニングは鍵屋で風で始まり、そう、最後カチャーシーみたいな感じで誰が見るの。カチャーシー1時間やるか。うわー締めじゃねえ1時間のカチャーシーしんどすぎるにも程があるわ。まあそのお祭りっぽくね、楽しそう。まあ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 、そうですね、まあね、その前頭エイサーもカチャーシーで終わるっていうね。カチャーシーにも花火も見れない、どっちも見れないっていう。マジか、見れんかったか。9時までラジオやってましたからねまあそんなこんなで今日のメールテーマでございますが、運動会、うん、運動会季節だからね。そうだね、そうね、こんなか、うん、9月の最後とか、うん、そうだね、10月初めとかでしょ。あ、でも最近結構早いとこ早いよね。そうなんだ。6月7月とかにやるとこなんだ。何それ、運動会。なんか小学校とかは運動会じゃないじゃんねえそれ夏にやっちゃダメじゃん、暑いもん。すごいよねいやでもこの季節、あ、なんかこの時期になると運動会とかあるなって思う、うん、思うよね、うん、そんな思い出とかいろいろ書いて送ってきてください。もちろんメールテーマに全く関係しないメールでも構いません。メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックス098-934-8653 098-934-8653 までぜひぜひお寄せください。コメントもお待ちしております。はい、ということでこの番組はモデルタレント事務所カラズの提供でお送りいたします。ここで今月のプッシュナンバーです。 P ファームで緑。輝いた月
君を思うなんてちょっとベタだけど、行き場のないこの言葉たちが焦る気持ちを余計走らせた。ずるいよね、君はまたそんな笑顔で僕を見るんでしょう。澄み切った青さが背中を押したんだ、君のそれを掴む。ああ世界が追いかけたその先に君がいて、君がいて、少しだけ笑うと緑色の風が僕らを包む。叫ぶ叫ぶ心で叫ぶ、ああやっと一人出した声は、いつか月日が流れ僕らが少しだけ夢に近づいてたなら、隣で笑うのは君でいて欲しいから、ただただまとまった気持ちはまだまだ言葉にできないから、大好きで大好きで、それだけで君を見て君を見て、声にできない気持ちは風に慣れて、夢を乗せて叫ぶ叫ぶ心で叫ぶ、ああやっと絞り出した声は君の心叫ぶ心に叫ぶ、ああやっと口に出せた言葉、緑の風が僕らを包む、小指交わした言葉は二人を結ぶ。お届けしましたのはピーファームで緑でした。鈴カフェ、お届けしますのは前城美鈴と田原かなでです。ですですですバイトですみたいな。バイトの、あ、そう、バイトのって言わないとダメだね。バイトの田原かなでです。もうね、本当、はい、本当もう定期的に呼ぼうと思って。せやな。まあね、今日もね、うん、なんかね、ゆるゆるっとお届けしていこうと思いますけれども、うん、っていうのも、うん、っていうのも私とかなで姉ちゃん、うんうん、久々の舞台共演が決まりまして、やったー、やったー。そう、絶賛稽古中な、ね、稽古中なんですよね。どうですか？楽しいよ。楽しいですか？楽しい。すずも楽しいです。あのね、
可愛い子がいっぱいニヤニヤっすね。あ、モデル事務所だからね、一応ね。すげえな、可愛いなーっていいなみんないいな。顔面偏差値は高めだよね、確かにね。まあね、うんうん、毎週ね、何度も告知しておりますけれども、いいお話黄色組、おばあちゃんのミスサイゴンなんですけれども、うん、今回ね、かなで姉ちゃん、客演として出演していただけるということで、はい、いきます。あ、ありがとう、あ、2回ほんと、ほんと、いや、じゃあ2回とも変えていかないとね、これは変えていかないと、ね、ネタ2つ作るし、あ、それはちょっと今のは何も聞こえない。まあね、そう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 なんですけれども、ね、いないって言われて、ね、このキャスティングをしている時に、あ、はいはい、みすゞの知り合いで、うん、こういうなんかちょっと勝ち気っていうか、ちょっと強い心を持った信念が強い女の子で、うん、みたいな、みすゞと同じぐらいの年のいい役者さんいないって言われて、かなで姉ちゃんですってすぐ呼ばれすぐ言った、すぐ言った。おお、そしたらオッケーってめっちゃすぐ返事してくる。そこだったね。ね、ほんと。あ、いいよ、出るよっつって。よかったね。では、そんな久々のね、舞台共演が決まりまして。かなでねちゃんから見て、うん、おばあちゃんのミス最後、どんなお話というか。いやー、自分は、まず、ミス最後の舞台、はい、見てまして。そうですね、ミュージカルね。帝国劇場でやってるミュージカル見てて、うん、いやー、もう超泣いて。あの時、中3、高1ぐらいかな、の時に見に行ったんだけど。青春の。もうね、やばいの役者さんとかの熱量が。あー、ね、ね、でそれで今回さ、うん、このおばあちゃんのミスサイゴンやるってなった時に、うん、ちょっとねほら楽曲とかもさ、うん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 、このミスサイゴンのものも少し入ってて、うんうん、まさかあの夢のミュージカルと自分がやるとは自分がやるとはと思ったのと、やっぱりね、うんうんうん、それを沖縄っぽくアレンジして、うんうんうん、そのなんて言うんだろう、沖縄に生きる人たちのこの一人一人の個性もあるし、生き方とか、うんうん、そういったのもなんかこう垣間見えるというか、うん、だしなんかこの命の大切さっていうのがすごいよく、なんだろう、伝わるものかなって思って見てる。ミスズでは出てこない言葉たちがすらすらそんなよく説明できねえわ。いやでもね、うん、誰が見ても楽しめるよね。あー、確かにね、うん、子供から大人までね見て、うん、ね、分かりやすいし、そう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 って感じよね、うん、まあね、楽しみにしていってほしいなと思うんですけど、うん、かなで姉ちゃんの役どころ的にはどんな感じなんですか。私松って役やるんですけど、うん、いやー、もう自由でミスズの大親友ですいやー、もうなんかこんなに自由にしていいんですかってぐらいなんかやらせてくれるから、いいよね、遊んでるよね、遊んでる、なんかイエーイあのね、楽しそうなんですよミスズがだいぶ真面目な役だから、真面目っていうか、やっぱ主演ってだけあって、そう、すごいなんかやっぱり気持ちの入れ方だったりとかさ、はい、そういうのもしっかりやらないといけない。そうですね、なんかうちはシンゴさんと二人でイエーイってやってるもんだから楽しそうなんですよ。引っ張られるわけですよ、ちょっとね引っ張られたら引っ張られないって怒られるから、ね、そうそうそう、いつも演出家に、え、お前ちゃんとやれやれみたいな、ミスズにはぁみたいな、楽しそうなのにみたいな二人が楽しそうなのにみたいな。いやでもうちこんなに、ね、なんて言うんだろう、めっちゃ面白い役っていうか、うん、相当なんかそれでも意外と大事なシーンでも、そうですね、うんうん、キーマンにはなるから、うんうんうん、それで以上、そのプレッシャーもちゃんとあります。で、しっかりやろうって思ってる部分もあるよ。泣きにしもあらず、泣きにしもあらずある、全然あるそうしか思ってないさすがだわ、全部突っ込む特にここ一番見てほしいみたいなことありますか。あーのね、うん、個人的に好きなんだけど、うんうん、個人的に好きっていうかめっちゃいいところだと思うんだけど、うん、みすゞの表情的にもめっちゃ好きなところがあって、うん、みすゞの息子役の息子役、はい、そうそうそう、高幸っていう男の子がいるんですけど、はい、この二人のシーンはどうしても見てほしい。いや、海辺で遊んでるとか、あ、そうそうそう、息子がね、息子がね、けなげだね。うちの息子がね、産んだことないけど、もう息子ですよ、もうほんと。かわいいんだよね。かわいいよね。なんだろうね、山内エイサくんっていう、この番組でもね、ゲストに来てくれた、あ、ほんと？サッチンロックスターっていう、山内幸子さんって方の、息子さんなんですけれども、今度呼ぼうかなと。あ、いいね、いいね。エイサくんも。いいっすね、いいっすね。ちゃんとしてるよね、うん、小学校3年生、死に演技うまい
ね、ね、びっくりしたよね。めっちゃ雰囲気あるよね。でも、うん、そのお芝居初めてそんな立ってない。すごい ね、 ね、素質あると思う。ねえ、ほんと、まあ、そう だからこそ選ばれたんだと思うんだけど。まあまあそうですよね。で、うん、と頑張ろうかいさん、鈴兄さんも母親役が回ってくる年になったか。あのね、あのね、もう否めないよね、うん、いやでもまだ頑張りたい。まだまだ女子みたいな感じで頑張りたい。まだ女子って言われる、言える、言えるところで頑張りたい。そんなこんなで、まあね、青の軍団さん、アベニュー前通ったけどギャラリー結構いるんだね。あ、本当にありがとうございますね、いつもありがとうございますね。本当、まあいつも、ね、うちのみすずが本当にお世話になっております。テント頑張ろうかいさん、ギリ女子うるさいわ。うるさいよ。ギリじゃない、ギリじゃない、まだ、まだ全然ギリ、全然まだってない。もうでもね、でもね、頑張ろうね、うん、女子って女子で頑張ろうね。うん、女子でいこう。ま、こんなお芝居の話もね、まあ、いろいろやってて素敵ですけれども、はい、やっぱりかなで姉ちゃんのことを聞きたいなと思って、はい、お、なになになに、聞きたいなというか、なになに、普通にだらっと喋りたいなと思って。何、プライベートの話。それはダメ、プライベート公開しないと。で、まあ、まあ、メールテーマが運動会なんですけど、はいはい、そこからちょっと広げていきたいなと思って。運動会ね、運動会、なんか思い出あります？ある。何、うちさ、運動会って、うん、ほら競技とかいっぱいあるじゃん。ありますね、リレーだったりとか、うん、玉入れとかね、うん、そう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 、例えば組体操とかさ、おー、あるじゃん、懐かしい。けどうちめっちゃ思い出に残ってるのは、うん、弁当の時間と、あとさ、なんか知らんけど、うん、小中全部さ、うん、ほぼほぼ雨だった覚えがある。え、運動会が、運動会、へー、なんかその思い出がすごい強くて、うん、だから外で弁当を食べたっていうよりは学校の教室の中で家族と弁当を食べたりとか、そういったのを覚えてる。ほー、うん、雨、なんか晴れた記憶全然ないなと思って。へー、しかも台風来てた時期、うん、時期が悪いんじゃない。ねえ、なんでかな、まあね、けどこの教室でさ、うん、自分の親と、うんうん、おじいちゃんばあちゃんとかとこの弁当食べてるって、なんか不思議な感覚、ね、不思議ね、確かにね、教室に家族がいるってだけでちょっと不思議だよね、うんうん、そう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 、ね、でそれもそれで面白くて、うんうんうん、だしやっぱお弁当って手作りのさ、うん、お弁当作ってお母さんが持ってきてくれるじゃん、うんうん、で久しぶりのこのなんて言うんだろう、みんな家族揃ってご飯食べるみたいな、あれは良かったね。で、うち2つ上にお兄ちゃんいるから、おうおうおう、そうそうそう、お兄ちゃんも一緒になってこの体育着来て、うん、もうなんか競技頑張ったぜみたいな、超汗まみれになりながらもゼッケンついてる、そうそうそう、ゼッケンこっちについて。でもみんなで一緒にこのなんて言うんだろう、頑張ったねとかそういった話しながら ね、その お弁当関連でサボさん、運動会の好きなプログラムベスト3にお昼ご飯の弁当入る？朝の番組で入ってたよ、入る、ね、一番でしょ、一番、一番でしょ、ナンバーワンだ、もはや、もはやこれがないと頑張れないみたいな。そうそうそう、もうね、うち親戚が多くて、いとこが同い年にいたっていうのもあって、そうそう、すごい親戚がいっぱいいて、すごいこの運動会のお弁当も大所帯だったんですけど、うんうんうん、その中で、そのいっぱいいるんだよ親戚、うんうん、毎年、リレーの後とかにお昼ご飯なんですよ、はいはいはい、になるわけです、うんうん、で、まあ、6年生のリレーの後に お昼ご飯みたいな、うんうん、で、そのリレー6年生の時ね、頑張って走って、うん、お昼ご飯頑張ったねみたいな、うん、遅かったけど頑張ったねみたいな感じで言われるのかなと思ったら、家族みんなの前でね、父親にさ、うん、走り方デジバカにされてから、なんでこんなんでしょ走るみたいな、デジバカにされてから、子供だからなんかデジ悲しくなってから、いやー、ちょっと聞いてる皆さんに本当に聞いてほしいんですけど、この子運動ができないんですよ。違うよ、できるよ、この子運動ができないんですよ、走れないだけだよ。いや、泳げもしないさ。あのね、いや、びっくりする、本当に、ね、本当だよね、あ、もうね、わかるもん、ね、手を見てるだけでわかるもん、あ、じゃあ、もうこれ はね、なんでみすずの運動できない運動のところだけ見る。結構球技とかできる子よ。あ、マジで？結構できる子よ。あ、でもそれ言われたら、うち球技あんまできない人、うん、あれ走れるし、全然泳げるわけ、うん、この2つ大好きだわけ、自分、おう、だけど、球技死に下手、逆ですね、本当に真逆、うん、ボールとか投げるさ、うん、もう
なんか力加減とか全然分かんなくて大暴投みたいな、うおーって飛んでいく感じなんかこれホームランみたいな違うみたいな打ってない打ってない、いやいやいや、もう走るのと泳ぐのだけは苦手で、あ、マジか、ほんと、あ、じゃあ逆だな、ほんとに、うん、だってさ泳いでこなかったもんいや、もう立派海あるよこっちいやいやいや、あのね、泳ぎ放題で、うん、プールとかの授業を、うん、ことごとくかわしながら生きてきたもんいや楽しかった、ちょっとお腹痛いですとかあのね、高校になったら、うん、この体育の授業ってコースに分かれてたわけさ、草ほうほうほう、で、あの A コース、B コース、C コース、D コース、うん、で、4クラス合同ぐらいでやるんだけど、はいはい、そうそうそう、で、あのその合同の、うん、体育で、あの絶対水泳のないところ、うん、を選んでいた、そうそう、第一の条件にマジかそう選んでたね、はい、コメント来てます、テント頑張ろうかいさん、しゃべり方とノリからして芸人さんツッコミの方出たすずとしゃべってるのもそうだけど、いつもそんな感じよね、うん、そうね、広いろんなところこキントロさん、出遅れた、こんばんは、ベルちゃん、隣の席の女性はかなでさん、せやでせやで、そんな褒めても焼肉しか怒れないからな怒るんかい怒るんかい青の軍団さん、今日さ、居酒屋で女子会ってばって言っちゃう人、周りからは婦人会でしょって思われてるよおいまだ婦人会じゃない、まだじゃまだ全然じゃ、全然だわ女子って言っていいのは、うん、女の子60ぐらいまで、ああ、ほんと60過ぎたらねミセスってね、ミセス言わないと、ミセス会でミセス会続きまして、アノ君さん、まずミッキーからスタジオまで走ってる動画撮ってみて、どういうこと、ミッキーからスタジオどういうこと、ね、どういうこと、全然わからん、サボさん走ってるの見てみたい、何、ディズニーランドってこと、もしかして、もう全然わからん、スタジオまで走れる、無理、海あるよ、あ、泳ぐそこ無理そこ泳ぐ、何このトライアスロン、25メートル泳げないからテント頑張ろうかいさん、運動神経鈍い芸人だったか、芸人ちゃうわ運動神経、いやどうなんだろうね、いや動けるんだよ、体力と走るのとあれがない水泳力っていうのは入るの、泳ぐ力がない、持久力とかもはない あのね、走るのが嫌いなわけさそう、はい、 いや走るごめんなさい、本当マラソンとか、うん、なんかほんこういうなんか、いやでも苦手な人は苦手、そう、好きな人に申し訳ないんですけど、うん、走るってみたいな、何走るってみたいな、うん、走ってみたいなだって言いたいことない、走って何になるの、走って、じゃあ早く走るのが喜びなんですか走るのに喜びって走るのの喜びって何なんですか、いや、なんていうの、走るのも楽しいよ、確かに走るのも楽しいけど、ほら競技とかやってる人たちは、うん、それでやっぱり目標があるさ、ベストタイムとか出すとか、なるほどね、あんなのがあるさ、それを目標にするために早く走れることっていうのは、まあいいことなんじゃない、あ、タイムみたいなんですね、そうそうそう、ね、すずは、うん、第一世では絶対マラソンが大好きな女子に生まれ変わるって決めてるからなれる頑張る、なれるよ、今世で走らなかった分ね、うん、来世では走れるって、いっぱい走ろう、うん、何の話か分からないですけど、足速いんですか、あ、うち一応でもよく小学校の頃からそうだけど、男子に混ざって遊んでるタイプだから、あ、超走るね、はあ、全然嫌いじゃない、走るのは好き、 50m 10秒ぐらい、いや分からん、今測ったらどうなんだろう、 50m って、あ、え、50m って多分8秒ぐらいなんだよね、平均、うん、女の子って、そうそうそう、多分10秒ぐらいです、うん、まあでも早い方じゃない、いやいやもう遅いね、なんか他体力テストとかやるじゃない、うん、なんか他のやつの出来に比べて、なんか持久走とこの 50m 走の、うん、なんだろう、タイムだけどうしたみたいな、運動できない子みたいな、なうちそう言われたらタイム気にしない人かも、あ、走るのがただ好き、そういう女の子に来世は生まれ変わるなんかこの疾走感がやばい、走った後なんか走り切ったぜみたいな、この感じが好き、なるほどね、なんだっけ、うん、
はあ、そういうことを感じられる女の子に生まれるじゃん、来世は、うん、期待しとく。続いて沖縄もんちっちさん、すずちゃんこんばんちゃ、こんばんちゃ。ゼートエーサー大会でのラジオお疲れ様でした。お疲れ様でした。花火が短くてついつい短って突っ込んだ沖縄市民、今日のテーマ運動会ね。そう、運動会ね。沖縄もんちっちさんもね、ボランティアスタッフお疲れ様でした。ありがとうございました。 お疲れ様です、ね、今日のテーマ運動会でございます、うん、テント頑張ろうかいさん、来世に来たいって。来世に来たいです。来世に来たいし、来世はだからどうなりたいって。来世どういう、まあ、性別は違うのがいいとか。あ、男になりたい。なりたい。なりたい。あのね、うち来世は絶対男になるって決めて。決めてできるもんじゃないですけど。いやでもどうしても、あ、なんかかっこいいのが好きだから。ああ、なるほどね。そうそうそう。なんか来世は、うん、そのなんていうんだろう、めっちゃモテる男の人になりたい。なれるでしょう。ね、あの今でもモテる。ブラッドピット。ブラピぐらいになりたい。何それ、あのブラピになりたい。あのでっかいうちわとかでなんかこうされてみたい。ハーレム作って、ハーレム作ってって思ってる。運動会に戻りましょう。あの、お弁当以外に一番好きな種目とかってありました？好きな種目、走るの好きだったけどね。なんかね、リレーはあんまり覚えてないんだよな。好きな、あ、わかった。ん、中3でやった時の、あの女子全員で踊るダンス。はあ、ああ、なんか創作ダンス的な。そう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 、なんか体型変えてとか、うん、なんかポンポン持ってさ、あー、あった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 。あの時ハイスクールミュージカルがめっちゃ流行ったから、 あれのテーマソング。ああ、わかるわかる。踊ったわけよ。あと水蓮花だっけ。ああ、湘南の風のね、うん、あれで踊った。あれはすごい楽しかった。やりがいあったね。へぇ。あの時なんかそのダンス一緒に指導してみたいな感じになって、うん、リーダーみたいなので。おぉ、そうそうそう、女子一学年、この3年生全員を、止めてみたいな感じで。すげえ楽しかったよ。リーダーじゃないですか、すげえ。あれよね、こういう場合って男子はあれだよね、ほとんどなんかソーラン武士だよね。あ、そうそう。あとエイサーとか、ね、あーね、うんうん、あれさ、話でやるからさ、うん、あの運動会とか体育祭の前さ、うん、あれやらなかった？運動場でさ、石拾わんかった？拾った。懐かしい。めっちゃ拾わんかった。みんながね、こうやっぱ怪我しないように。そうそうそう、拾った。拾ったけどこれ意味あんのかなって。普通に怪我はしたけど、ね、したよね。痛いよね、本当にね。普通にね、なんか元々からなんかそういう、なんかわかる？そういうコートにしればよかったんじゃない、ね、芝生みたいな。そんなこんなで、ね、青野軍団さん、那覇マラソンとか沖縄マラソン、お金払って 42.195 キロ走る意味はわからんよな。はあ、いやでもね、ごめん、わからん人だわ。あのうちの友達とかがさ、うん、あの那覇マラソン出たみたいな。やっぱりね、あの走り切った時の、うん、あのなんていうの、やり切った達成感っていうの、あれはめっちゃすごいらしい。まあね、42キロですよ、うん、歩いたこともないね。え、車で走ったことあるよ。うん。まあまあ、けどやっぱりあれはいいみたいで。でもさ、那覇マラソンとかさ、沖縄マラソンとかさ、そういうマラソンとかってほら、沿道の人がさ、はいはい、いろいろなんか、差し入れとかさ、うんうん、この応援とかしてくれるのがあるから楽しいみたいなのもあるらしいね。そうそうそう。ね、だかららしいですよ。聞いた話ですけど。一回出てみた方がいい。出てみた方がいい。ミスだ遠慮してますから。沖縄もちさ、体力テスト、今やったら次の日あたたたたって言いながら仕事しそうやさ、あと数分でバテそうやさ。本当よね、若いからこそ出せる体力ってあるわよね。体力テストめっちゃ好きだった。ああ、一日の授業が潰れる感じ。そうそうそう、超楽しい。ちなみに玉入れが一番好きだったさ、あれよ、なかなか入らんよね。そう、意外と入らない。意外とね。あれ結構必死になるよね。あれね、あれ下から投げるから入らないんじゃないかなって思っててさ、うんうん、あのちょっと遠くから投げれば入るんじゃないかなって思ってるだけ。あれさ、あの投げ方あるわけ。そうなんだ。こう、こうなんていうの、上にあるからって、上にこう投げたらあんま入らない、うん、下からうい。へぇー、じゃあ、あのこの運動会を控えてる小学生は頑張って、うん、それを下から投げたい。甘いで頑張ってください。うん、沖縄もんちさん、沖縄あるあるだけど、体育祭でほぼと言っていいほどエイサー踊るよね。あるね。もんちたちの学校はそんだ青年会から習ったのがいい。青年会から習って踊るんだ。そんだ青年会、すげえ有名だよね。有名よね、うんうん、CM とか出てるもんね。そう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 。へえ、すげえ、プロ
ちゃんとさ、うん、エーサーはさ、うん、すず大太鼓やったよ。おお、なんかそれ聞いたらすごいってなる。あのね、ほら一クラスで一人二人しか選ばれないやつ。あ、すげえ。大太鼓やった。やりた。なんかね、お兄ちゃん二人がやってるから頑張ってみたいな無言のプレッシャーをかけられる。お母さんに。みすずもやって。いや、みすずも頑張ってみたいな。一番前で踊るじゃないやっぱり、うんうん。そういうの見たいんだよね、親ってね。頑張ったよね。すげえ。ね、本当にもういつも地味で目立たない女の子がこの時ばかりは頑張ってる、ね。頑張った。偉い。すごい。銀太郎さん、運動会の思い出はフォークダンスで最後の退場の時に初恋の人とずっと手をつないでいられたこと。キャー！いやー！キュンキュンする。何じゃそれ。そうだ、さっきも CM 中言ったんですけど、うん、フォークダンスやったことないんですよ、ミスズ。ねえ、こういうのがあるんだよ。こういうのな。あるんですよ。こういうのな。こういう思いをしたかったミスズ。全然思い出ない。全然思い出ない。いや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 。そう、なんかもう高校生とかさ、中学生、うん、高校生の頃とかさ、うん、多分好きな人がいなかったんだよね。あ、そうなの？同じ高校に。あ、はいはいはい。そうそう。だからこの青春みたいなの やってこなかった気がする。あら。なんか、うわ、うわ。がん、うわ。来世で、来世で。来世で。来世で頑張る。フォークダンスで初恋の人と。フォークダンスね、本当ね。全部来世に。でこんなね、子供の頃、うん、運動会とかどんな子供だったんですか、あなたの一番。いや、どんな子供。活発だよね、今の話聞いてたね。うん、超活発。あんま変わらんよ今と。え、変わらんのさ。強いて言えば昔の方がもっと男の子っぽかったって感じ。おー、なるほどね。もう今より髪超短かったわけ。これより、うん。でうちくせっけだからさ、髪の毛立つわけ。おー、なるほど、男の子みたいにね。そう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 、ツンツンって、ね、ツンって立つから、うん、ほぼほぼ見た目は男の子だったよ。へえ。お兄ちゃんのお下がりとかの洋服もらって、うん、それ着て遊びに行ってた。だから上履きとかもほら女子は赤のやつとかあったけど、うんうんうん、やだって言って、青いの。へえ、うん、男の子ちょっと気にして小6の時にあの赤と青のやつ、わかるわかる、赤と青が入ったこのラインが入ったやつね。そうそう、まだ大丈夫かなってちょっと思って。超わかるわけど、そうだったね。めっちゃもうほんと男の子してた。真逆だわ、ほんと。あのね、ほんと片隅あのね、教室の端っこでね、本読んでるような子でしたから。いや、女子か男子かわからないね。ね、そんなことない。ほんとにそんな感じだったよ、自分。あ、まあ、かなでって名前自体もちょっと中性的ですからね。そうそうそう。あ、一回さ、小学生の時にさ、うん、そう、この学校で、うん、この漢字がかなでって一文字だから、うん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 、みんな、先生、うん、先生が出席確認するさ、はい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 、で違う先生でその日、ほうほうほう、で先生休みだから自分が出席確認しますってやってた時に、うんうんうん、棚原そうって言われてざわすぎてるわけ。ざわざわ誰っつって、ざわざわそんなやついたのってなって、んそう休みかみたいな感じで先生もちょっと怒ってるわけ。なんでってなって、誰誰みたいな。で自分がはってなって、先生それ名前違うみたいなってなって、かえそれなんて書くみたいな、演奏の、うん、そう演奏ってなって、うん、あ、これ私ですってなった覚え。かなでです、かなでですっつって、あ、先生、あ、って感じだね。刺激まずいこの空気の流れだっていうのを覚えてる、ね、覚えてる。そうか、でもかっこいいね、うん、でもミスズって間違いようがないんだよ、うんうん、じゃないですか。でも、一回だけおじいちゃんのヨボヨボの先生が担任になった時に、うん、あのね、1年間ずっとね、ミレイミレイって呼ばれてた。前白ミレイって呼ばれてた、ずっとミスズですって何回言ってもさ、もういいやと思ったよね。ミレーって呼ぶみたいな。ミレー、もうね、ほんと、みりんでもいいじゃん。やめてやめて、そういうことダメか、それなんだめか。銀太郎さん、川でカニ取って食べてた、かなでさん。どういうこと。取ったことはない、川が近くになかったから取ったことはないけど、うん、なんだっけ、バッタも追いかけてた。そうだ、活発な、ハッパで遊ぶ系だった。活発な幼少期をお過ごしのかなでめちゃんでございます。ああ、面白い。沖縄もちさん、体力測定の昔できたエビ反りが今じゃ腰痛がひどくなってきたからできなくなった時はちょい年を感じた。あー、あれね、背筋のやつね。そうそうそう、それやつね。あれ、うちなかったんだけど。マジで？よくテレビで見るけど。あった？あったあったあった。あった？うんうん。あれじゃなかった？なんか前屈みたいな。あ、前屈もあった。あれもあった。うん。そうそうそう。
あ、なんかね、年で違かったんじゃん。年でっていうか、この学年ごとで。なるほどね、うんうん、そう、まあ、もう全然覚えてないな。もうダメだ。テント頑張ろう、岡井さん。みりん、いろんな料理に重宝しそう。必需品ね、必需品。喋りすぎたから、ここで曲、ここら辺で曲言っときますか。行ってみよう。星野源で、クレイジークレイジー。
が毎週のみすずのすずカフェ、毎週のみすずと田原かなでです。お送りしております。ゲスト扱いじゃありません。はい、バイトです、バイト。メール、はいさいすず、はいさい、日曜日は仕事で番組聞けませんでしたが、4時間半よよ、ん時間半5時間な、な大生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。そしておなじみ常連ゲストのかなで姉さんもハイサイ、ハイサイ。すずの舞台練習どうですか？台本で求められることちゃんとできてますか？どしどしダメ出しして最近調子によって長く伸びた鼻をへし折ってやってください。うるさいよ、任せろ。自分の人生にも台本があればもっと楽に生きられるのに、就活を考えてる身中です。やめて、まだまだまだだから、まだまだ読んでる。いつもありがとうございます。して A さん祭り生放送、台本があるとはいえ戸川誠司について5時間もしゃぶり倒すなんてさすがですね。しゃぶってないわよ。誰ね戸川さんって。誰ね。してからエイサー祭りも終わり、夜はだいぶ涼しくなってきたということで、今夜のテーマは夜の大運動会ですね。やめて。普通に運動会。してからミーチューが県立の進学校に通っていた高校1年生の時の運動会の話、うん、ミーチューの高校運動会は学年別で優勝を競うのですが、バッター1年生が見事優勝しましたよ、うん、すげー。中学校から上がってきたばかりの 2、3年生よりまだ大学の小さい1年生が優勝したことは今まで一度もなかったそうです。そして運動会終了後には伝統行事もありました。それが2年生男子からの1年生フルボッコ。は？校長先生による運動会終了の挨拶と同時にフルボッコ大会開始。体育会系部活の1年生男子は雲の子を散らすようにダッシュ、校内をチリチリに追いかけてくる2年生から逃げるのです。ミーチューは1年の時からサッカー部の主要レギュラーだったので、3年生からも 一目置かれてたこともあって、それほど殴られはしなかったのですが、捕まるともう悲惨。他の捕まったやつら、特に運動会で活躍したやつは顔面ボコボコでしたよ。でも休み明けに女子から大丈夫と優しくされるのには喜んでいました。そういう伝統なんだね。やばいね。いやー、今やったら大問題じゃないですか、ね、してこのフルボッコ、先生たちにバレないよう開催されてはいるのですが、先生たちもうすうす気づいてはいましたよ。てか完全にバレてました、うん、でもこの程度では何の問題にもならない楽しい時代だったのでした。あー、時代だね。すごいな、ね、ということで、かなで姉さんは運動会で、うん、彼氏の学ラン来て応援団やったりしてモテモテで可愛かったりしたんですか？スズはその地に、その血に染まった右手で何人をフルボコにして入学、何してんだ。やめろよな、それ。学校のてっぺん取った時の話も聞かせて、学ブルー。学校のてっぺん取った。ほんとだ。いつも言ってるけど、教室の隅っこで本読んでましたって。学校のてっぺんは、うん、まあまあまあ撮ってましたよね。かなで姉ちゃんは撮ってましたよね。ほら 裏でね。やめてやめて。裏でとか言うの。違う違う違う。ほら、彼氏の学ラン来て応援団やってモテモテで可愛いよりかはてっぺん撮ってる人しか。よっしゃ、みんな行くぞーっつって踊るぞーっていうことで、まあ時間も時間なんでね、うん、このコーナー行ってみましょう。鈴カフェ一息の裏側、心理テスト的なものを通してその人の裏側まで暴いていっちゃおうという、そんなコーナーになっております。今日もみんなで楽しんでいきましょう。皆さんも一緒にお考えください。いきますよ。運動会ということで、はい、今週末は町内の運動会、うん、ちょっと変わった種目が目白押しの面白い運動会で、あなたが出場する種目は次のうちどれ？ A. 皿回し 100m 走。B. 絶品スイーツ食い競争。 C. 親子おんぶ競争。D. 自慢のコスプレで出場する綱引き。はあ。今週末は町内の運動会、ちょっと変わった種目が目白押しの面白い運動会で、あなたが出場する種目は次のうちどれ？ A. 皿回し 100m 走。 B. 絶品スイーツ食い競争。 C. 親子おんぶ競争。 D. 自慢のコスプレで出場する綱引き、ということで。お、 4? あー、コスプレ、コスプレ綱引き。スイーツ食い競争、スイーツ食い競争がいっぱいいるんですね。どれかな。 何します？うちさ、親子おんぶも、あ、うん、いいと思ったけど、うん、うち父さんがさ、うん、あの、小錦みたいな、絶対おんぶできんと思って、おんぶされる方、される方かな、みたいな。1かな、うちは。皿回し 100m 走、うん、なるほどね、皿回しながら、なるほどね、そうそう、 A、 A とか来てますけど。早速答えいきます。このテストでは、あなたが本当の力を出せるシチュエーションが分かります。おお。ということで、じゃあ A からいきますか。はい。 A、 皿回し 100m 走を選んだあなたは、自分一人の力にかかっているこの競技を選んだあなたが本当の力を出せる場面は、自分のペースで取り組むとき
です。あれこれ他人からせかされたり、相手に合わせてゆっくりなんていうことがとても苦手。ペースを合わせることに意識が取られて、本当の力を出し切ることができません。一人でコツコツとすることには最高の力を発揮するタイプ。間違いないね。おお、当たってるか。当たってますか。続きまして、B、絶品スイーツ食い競争。美味しいものが食べられるスイーツ食い競争を選んだあなたは、何か利益が絡んだ時に本当の力を出すことができます。あなたは労働の対価はきちんと支払われるべきと考えている人。何か報酬、せめて評価がないと頑張ることができません。その代わり、ちゃんと利益があることに対しては素晴らしい力を発揮します。すごいね。まあ、当たってる当たってる。続いて C、親子おんぶ競争。子供とペアで競う親子おんぶ競争を選んだあなたが本当の力を出せる場面は、人に期待された時、認められたい、すごいって言ってもらいたいという気持ちが強いので、誰も見ていない場面や淡々とこなす仕事や家事などの場合、努力はしません。しかし期待していると言われると、がぜんやる気が出て自分でも驚くほどの力が発揮されます。なんかチャイだな今日のテスト。続きまして D、 自慢のコスプレで出場する綱引きを選んだあなた、はい、自分らしさを表現できるコスプレ綱引きを選んだあなたは、自分の好きなことをしているときに本当の力が発揮されます。つまらないと感じてしまうと、本来の能力ややる気が失われて、全くと言っていいほど力が発揮されません。ところが本当にあなたが好きだと感じることに対しては、効率もよく素晴らしい成果を上げることができるでしょう。当たってる当たってる。おー、いいんじゃない、みんな当たってたんじゃない。ちなみにね、ちなみにね、うん、私もね、もうバリバリのね、あの絶品スイーツ食い競争ですからね。利益がね、絡んだらね、頑張るよってやつですよね、うん、当たってました。当たってたね。どうですか、一人の自分のペースで。そうだね、仕事してる時ってなんか一人の方が多いから、うん、多いし、多分それが好きなんだはず、うん、なるほどね、一人で結構コツコツとやる方が、せーのってやるのちょっと苦手。あー、なるほどね。さあ、以上、一息の裏側でした。皆さんね、楽しんでいただけましたでしょうか。あー、いや、問題聞き逃したさーつつ来週また楽しみにしてください。来世に、銀トロさん、いいの、ステーキ焼き放題ないです。ちょっと楽しそうだけど、ミスるそこがいいけど、うちもそれがいい。さあ、時間も時間なんでね、この辺でインフォメーション行ってみましょう。 OK、 じゃあ、カラルデネちゃんが行く。お、行きます。はい、今週末か、9月24日に、はい、シアスポ、シアスポ、秋のシアタースポーツ、はい、あります、うん、これがモッツでですね、うん、結構出演団体が、団体がっていうかね、出演者が超可愛い子たちが集まるので、出た、見に来てください。どうせあれでしょ、どうせ OBP でしょ。そうそうそうOBP も出るし、リュウメンも、うん、あの紅に汚れるで、そう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 、私共演しました、リュウメンなんです。そう、うん、自分ちょっと今回出演しないですけど、あのスタッフで当日いるので、うん、まあぜひいたら、うん、かなでさんって言ってください。イエーイ、大体ちぜひぜひお願いします、はい、お願いします。これぐらいで、ぐらいですね。ぐらい、はい、オッケー。じゃあ10月1日、じゃあ私たち2人が出る、あ、そう、カラーズ演劇プロジェクト第2弾、いいお話、黄色組おばあちゃんのミスサイゴンが那覇にあります我が町の小劇場にて行われます。今回ね、私ね、何度も言っておりますが、主役を務めさせて、なんかすいませんね。客演もね、私得で豪華でございます。まずね、こちらにおられますおられます、いらっしゃいます、かなで姉様、はい、かなでお姉様がおはじめですね、大好きなパラナイサラナイの知念慎吾さん、うん、それでね、カラーズのメンバーもね、多々出演いたしますので、はい、これも今回にもね、多分ね、もう昼はもうほぼほぼないですもん、うん、完売、完売しました、ほぼ完売、ね、夜はね、まだありま、あ、ちょっとあるかなぐらいなので、ぜひぜひお早めの予約をお願いいたします。お願いします。予約方法はカラーズのフェイスブックページをご覧ください。そしてカラーズではモデルタレントレッスン生を随時募集しております。興味がある方はぜひぜひどしどしお問い合わせください。ホームページやツイッター、フェイスブックのチェックもよろしくお願いいたします。すべての問い合わせはレキアチ923-3358、レキアチ923-3358、カラーズまでお願いします。エンディング。さあ、エンディングでございます。コメント拾っていきましょう。テント頑張ろうかいさん、スズニーさん、お金かからまんと本気出さないと、メモ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 じゃない。そんなほら、ご褒美があると頑張れるよってことでしょ。ね、本当、元気ねえつやめてよ、本当に元気ねえつや、ぼっちで頑張りますみたいな人言われた。うるせえ。銀太郎さん、一人の時間あ、待って待って、銀太郎さん、かなでさん、ハイタッチってきて、イエーイ。
ね、本当人気パーソナリティになりつつあるからって鈴カフェ人気なんだろういつの間にか番組とか持ってそうこの番組30分奏でねえちゃんの番組ですパーソナリティちょっと変わってるね、本当ね、まあ大丈夫頑張ります死守します大丈夫大丈夫いつまでもバイトだからうちゃんもういつまでもバイトでいたい、 いや、うん、責任あの社員にはならないやめてバイトでいたい、うん、やめてそういうのなんか言い残したことありますかうち、うん、いやいやじゃないのいや、まあ、でもさマジで10月1日頑張ろう頑張ろうもうすぐだよ本当ね、うん今日何日だと思ってんの19です19やばっあと10日しかないよ言っとくけど本番まで知ってたあんセリフ入ってないうちも言いながら今あんもう10日しかないと思ってやばいと思ってセリフ入れないとね早くねセリフはもう入ってるんだけどさ入ってるうんあのねごちゃごちゃするんだよねセリフが私今セリフがね交通渋滞起こしてる、うん、頭の中ででもなんかほら気持ちがいっぱい移り変わりがあるからさ大変でしょ私ね、本当ね、本当情緒不安定女みたいなんですよ。いやいやいや頑張りますけれどもね。頑張ろう。10月1日、うん、私たち2人頑張りますので、2人というかね、みんなで頑張りますので、ぜひぜひ来てください。はい、はい、ということで、鈴カフェ、そろそろ閉店のお時間でございます。今週も最後までありがとうございました。また来週も聞いていただけると嬉しいでございます。この番組は、モデルタレント事務所、カラーズの提供でお送りしました。鈴カフェ、お相手は前白みすずと、田原かなででした。またのご来店を心よりお待ちしております。それではエンディングナンバーです。ピラノパール&パッキャマランドで Now and Forever。 それではずっとそばにいて見守ってくれたね、ありがとう。忘れてた思い出が弾け出す、この道何度通っただろう、落ち込んでため息不安な気持ち、気づいてくれた優しさ、わがまま気まま